写真拡大、西武 10-8 日本ハム28日釧路。日本ハムは28日釧路で西武に2連敗した。共に2桁安打と打撃戦を演じたが、2点を追う8回票無視で無念の日没。この日の日没時刻は18時5分だったが、時折小雨がぱらつく曇天の中、5回あたりから徐々に薄暗くなっていった。ボールが見えにくい中で本塁打を放ったのは森だけではない。西川が2点を追う6回に野田のスライダーを右翼席へ運んだ。試合中に暗くて見づらかったです、真っ暗なボールを打ちましたとコメント。試合後には左ピッチャーにちょっと怖さがあった、実際の球速よりも速く見えるしと状況を説明した。だからこそ森はよく見えたなと8回の森の本塁打に脱帽した。悪条件の中で西川の今季5号が飛び出したのも不思議ではない。2回に右前的自打、4回には左翼線二塁打と右に左に長短打を放っていたからだ。6回のソロ本塁打で7月26日西武戦メットライフドーム以来の猛打賞を達成。5試合打ってない分取り戻せないとねと5試合ぶりとなる安打を放った前日に続き気を吐いた。チームは再び連敗し、なかなか波に乗れない状態が続いているが、後ろを振り返っている暇はない。今週はあと4つ残っている。全部勝てば、いい1週間になったと言えるので、そうなるように頑張りますと前を向いた。石川かな子。かな子石。